ロングスロー、さあボックス内落としてシュートを狙っていった、武田翔平のミドルシュート、これは素晴らしいですね。岡山が先制です。左足を振り抜きました武田翔平、今シーズン初ゴール。それは人の収まったんですよね、うまくね、赤嶺選手、赤嶺が落として豪快なシュートがネットを揺らしました。ね、あまりこう力みがなかったですね、すごくこう糸を引いた素晴らしいシュートですね。でキーパーの串